一つ僕がパンダさんで、あ、これはきっととビジネス的観点で思うのが、無線じゃないですか。お客様が電話してこられるってことは、CRM っていうかですね、お客様ごとにやっぱり電話番号で相手がどなたかっていうのをピッチングされるわけですよね。で、この方がどこに、僕もいつも長浜から、長浜三丁目の高橋さんですねとかって言われて、ああ、もう全部僕のことは全部もう知ってくださってるんだっていうので、ある意味安心感だったり、まあその余計なことを説明しなくて済むっていうことだったり、まあそれが逆にその気持ち悪いって方も中にいらっしゃるかもしれませんけど、そういう意味でそのお客さんの情報をその流しだともう常に一元さん一元さんなのに対してリピート客でこの方はこういう好み、この方はこういう好みとかっていうのはやっぱりそういうのに使い分けっていうかですね、対応されてるんですか。例えばインターホンを押すなとかそういったものはですね、パソコンのそのデータ上、お客様のデータのところにその尾行の欄があるんですけども、そういったところにこう出るようにしてるんですね。インターホン禁止とかですね。着電禁止とかですね。でもそういうことっていうのは従来のタクシー会社さんっていうのはほとんどできなかったわけですよね。流しに依存した体質であれば、そうですね。この人がどのお客さんかっていうのも極端に分からないわけですからですね、お客さんの方から電話してくることによって分かることがたくさんあるんですね。そうですね、本当にありがたい話です。シフトのことなんですが、通常のタクシー会社っていうのは丸1日24時間勤務をして翌日1日休んで、また24時間勤務して1日休んでってところが非常に多いと思うんですが、パンダさんはそれと違うというふうに伺いました、ちょっと教えていただけますか。ですね、弊社はその普通24時間、乗って、で次の日24時間、明けですね、お休みというところの勤務が多いんですけれども、弊社はその24時間は半分にその12時間で切っておりまして、12時間で勤務して、で12時間経った人が例えば朝出向した人が夕方に帰ってきて、夕方になったら夕方から12時間乗る方に車を渡すという形のスタイルをとっております。それです。一つはやっぱり乗務員の健康ですね。やはりそのタクシーというのは、人間というのはそもそもその僕24時間起きているようにできてないと思ってますんで、12時間でも長いんですけども、勤務で交代できることが一つ。それは乗務員の健康にもそうですし、強いてはお客様の安全ですね、安全面にもいいというふうに思ってます。またタクシーはどうしても僕もその丸一日昔乗ってたんですけど、そうするともう匂いがですねどうしてもこもってしまうじゃないですね。でそれを半日で別の人が乗ると、その時にやっぱ洗車もするわけですから、そのお客様車内洗車するんですか。車内ももちろん匂い消しするんですね。匂い消しもですし、そのタオルで拭いたりして洗車もします。でも時間がやっぱり24時間より12時間の方がやっぱり人が汗をかく時間も短いですし、清潔でいられる時間が長いということなんですね。なるほど。それは結局お客様のためになっていくと。そうですね。で従業員さんもやっぱり規則正しく生活ができると、79台という台数は、他のタクシー会社さんの中では決して多い数じゃないんですか。そうですね、福岡だと多分中堅ぐらいだと思います。でもそれをたった3年半で倍10台、20台、40台、79台倍に増やしてくれたわけなんですけど、これからどういうふうに展望を描いてらっしゃるんですか。これから先はですね、今の台数では、実際福岡で、社会的に貢献するにしてもですね、なかなか網羅できてない部分がただございますので、台数をですね、とにかく増やしてですね、5分10分でどの地区にお住まいのお客様にも5分10分でお迎えに上がれるように台数を増やすことと乗務員の質ですね、を上げていきたいなというふうに思ってます。私がですね、34で本当に若輩でございまして、なかなか気の利いたことがわからないんですけれども、これからいろんな意味でですね、やっぱり世界を視野に入れていかないと
なかなかその国内に最初から国内だけにとどまっていこうだとか、その国内がいいとか悪いとか抜きにしてですね、やっぱりいろんな意味で価値観を世界の情勢に合わせて自分の価値観をいろんな方向に伸ばしていかないと、これから本当の意味でですね生き残っていくのは僕は厳しいんじゃないかなというふうに思います。そういったまた厳しい世の中がやってくるんじゃないかなというふうに思います。なんでまあ何でも自分はできるんだというような強い信念を持ってですね、また自分の周りでもいろんな影響力を与える方がいると思いますので、そういった方にいろいろ感化されながら共に頑張っていっていただきたいというふうに思います。以上です。いや、青木社長、今日は本当お忙しいところをいろいろ根掘り葉掘り伺いまして、ありがとうございました。本当にお忙しいところありがとうございました。